待たせしました。お客様、ご注文は？じゃあ、このビーフハンバーグお願いします。肉って国産っすよね？はい、国産牛 100% のビーフハンバーグになっております。じゃあ、それで。あと、このライスセットも一つ。お米も国産っすよね？はい、国産米7光 150% 使用のライスセットでございます。やっぱ 150% 使わないよね。あとこの付け合わせのポツトフライも国産っすよね？もちろんポツトも国産のメイクミラクルを使用しております。じゃあそれで。それではご注文を繰り返しさせていただきます。国産牛 100% ビーフハンバーグに国産米7光 150% 使用のライスセットでよろしいでしょうか？ちなみになんですけど、付け合わせの人参も国産っすよね？申し訳ございません。人参はもっこり広告産でございます。そっか、じゃあ人参は抜きで。ちなみにあのポテトの油は国産っすよね？申し訳ございません。油はバナナ王国産になっております。じゃあポテトフライはポテト抜きで。ちなみに水は？大変申し訳ございません。水はガリンペロ主張国産になっております。うわガリンペロは無理だわ。じゃあライスセット生米仕上げで。他は大丈夫っすよね？異変申し訳ございません。小麦粉の方がポメリンコ連邦共和国産でございます。ポメリンコ連邦共和国産の小麦はきついか。ちょっと無理だな。違うとこで食べるか。そういうお客様もいらっしゃいますので、ご注文のセットをオール国産エアー 200% 全部抜きのコースに変更も可能でございます。じゃあそれで。承知しました。注文を繰り返させていただきます。国産牛 100% ビーフハンバーグに国産米7光 150% のライスセットをオール国産エアー 200% 全部抜きのコースに変更でよろしいでしょうか？そうですね。はい、じゃあそれでシャス。大変お待たせしました。注文の料理でございます。じゃあここで、はい、じゃあいただきます。ごちそうさまでした。あ、じゃあお会計お願いします。こちら3980円になります。はい、じゃあ4000、あ、いや、ちょうどありそうですね。はい、じゃあちょうどこれで、はい、ちょうどいただきます。ありがとうございました。国産最高。